インストラクターのあやです。今日は月礼拝を一緒に行っていきましょう。え月礼拝というのは体を左右に動かしながら股関節周りそして胸のあたりを気持ちよく開いていく美しく優しい動きです。まずは私たちの体と心を準備していきましょう。四つん這いになります。土台をしっかり作ったら キャッテンの顔をしていきましょう。息を吸いながら胸を前方向に、吐く息でマットを押しながら背中を丸めて、吸う息で背骨を長く保ち、吐く息で尾低骨をマットの方に下げながらスペースを作っていきましょう。自分のペースで続けていきます。 月礼拝は太陽礼拝と同じく、いくつかのポーズが組み合わさって一つの動きとなっています。この一つ一つのポーズ、いろんなバリエーションがあります。自分の体と心の声を聞きながら、あなたの月礼拝を今日は見つけてみてください。それでは、左の肩を左の骨盤方向。 スイッチして右の肩を右の骨盤方向、サイドストレッチをしていきましょう。もう一度。反対側もで。センターに戻ります。右の足を後ろに下げて、吐く息で右の膝を胸の方向に。前を見て右の足を前にステップ。両方の手を右の足の内側に入れていきます。 骨盤を後ろに下げたり、前に移動させたりしながら、股関節周りの可動域を確認していきましょう。右の膝は少し曲げたままでも大丈夫です。心地のいいところで止まりましょう。それでは、左のつま先右側にベイビーサイドアングルポーズをしていきましょう。胸は左側に開いて、左の手はお空の方向に。 骨盤を後ろにシフトしながら右の膝を優しく伸ばして、息を吸いながら膝を曲げ、息を吐きながら伸ばす。体側の伸びを心地よく感じていきましょう。それでは胸をマットの方に落とし、両手をマットに戻します。 準備ができたら、右の足を後ろにステップして、チャイルドポーズに入っていきましょう。お尻を足の方に下げて、後頭部、首の後ろ、背中のあたりをリラックスしていきましょう。それでは、反対側を行っていきます。四つん這いに戻ったら、左の足を後ろに下げ、吐く息で前にステップ、両手を左手の内側に入れます。 ここから骨盤を後ろに下げて足を伸ばす。吸い気で前に戻り、吐く息で下がる。足の後ろの心地よいストレッチを感じていきましょう。それでは右の足を左に動かしてサイドアングルポーズに入ります。体側の伸びを感じながら骨盤を後ろに下げて左の足を曲げて戻る。 何度か行って骨盤周りほぐしていきましょう。呼吸を続けながら、胸をマットに落として両手を左の足のサイドに置いたら、左の足を後ろにステップしたら、子犬のポーズに入りましょう。骨盤は膝の上です。手を前に伸ばして、胸、肩周りを大きく開いていきましょう。 手を少し膝の方に動かしたら、段はドックに入ります。骨盤を空の方向に。膝をしっかり曲げて、手でマットを押してあげて、ウエストを肩から離して、体側の伸びを感じたら、かかとをマットの方に落としていきましょう。呼吸を5回していきます。手のひらはマットにしっかりと落としていきます。 強い、そして安定した土台を保ちながら、頭から肩のあたりまでは、優しく柔らかに保っていきましょう。かかとを上げて膝を曲げて、前を見たら前方向に歩いていって、息を吸いながら半分起き上がって、吐きながら前屈。吸う息で起き上がって手は天井に、 吐く息でマウンテンポーズに入ります。手を下ろして前を見ていきましょう。体と心の準備ができました。月礼拝を一緒に行っていきましょう。マットの左側に立ちます。はじめは足は腰幅に開いていきます。はじめは一つ一つのポーズ、またはポーズから次のポーズに移る動きを確認しながら行っていきましょう。 それでは始めます。数息で腕をお空の方に上げて、肩は落としたまま、指を組んで人差し指はお空に向けて、体を右に倒します。数息でセンターに戻って、吐く息で左に倒す。体側の伸びを感じて、 吸う息でセンターに戻ったら、右の足を右にステップ、女神のポーズに入ります。つま先外側でかかと内側、お尻を後ろ側に落としながら胸を開いて、呼吸を続けましょう。吸う息で膝を伸ばして、右のつま先右側に、膝を曲げてサイドアングルポーズ、もしくは骨盤後ろに下げながら三角のポーズに入りましょう。あなたに会っ たーバリエーション選んでいきます。次に吐く息で胸をマットの方向に落とし、手をマットに置きましょう。ブロック使う方、ブロックを肩の下に置いて、骨盤を後ろに下げながら胸を前方向にピラミッドポーズに入りましょう。お顔をすねの方に近づけて、吸う息で半分起き上がったら左の膝をマットに落とします。ローランチです。腕を空に上げましょう。 伝統的な動きでは、ここからスカンダーサナに入りますが、はじめのバージョンでは膝を置いたまま行っていきます。左のつま先を右側にして体を斜めに。左の手は上げていただいても下ろしたままでも結構です。手を下ろしたら膝を上げてマラーサナースクワットに入ります。はじめは骨盤を半分だけ下げて股関節の開きを感じていきましょう。 股関節周りも少し余裕があれば骨盤を落として手を胸の前で合わせます。それでは反対側です。ベイビーサイドアングルポーズです。右の膝を落として左のつま先左側に。右の手を空に上げましょう。それでは胸を左側に向けてローランチです。準備ができたら腕を上げましょう。胸を空の方向に。 吐く息で手をマットに落とします。膝を上げてピラミッドポーズに入りましょう。骨盤後ろ、胸は前方向。吐く息でお顔を膝の方向に。息を吸って半分起き上がって、ここからサイドアングルポーズ、もしくは三角のポーズ。骨盤を後ろにシフトしていきます。胸を大きく開いて、ここからゴデストポーズに戻ります。 前の膝を曲げて足を使って起き上がりがに股になってお尻を落としていきましょう。息を吸って膝を伸ばして右側を見たら右側に静かにステップ。息を吸って腕を空の方向に指を組んで左側に倒れて、息を吸ってセンターに戻り、右側に倒れます。 センターに戻ったら腕を落としていきましょう。マウンテンポーズです。もしよかったら胸の前で合唱をしましょう。えそれでは2回目です。足は腰幅もしくは足をくっつけて中心を感じましょう。息を吸いながら腕を空の方向に指を組んで息を吐きながら左側に倒れて、吸い気でセンターに戻り右側に倒れる。 センターに戻ったら、左の足を左側にステップして、女神のポーズ。骨盤を後ろ方向に落として、息を吸って、膝を伸ばして、左のつま先左側。サイドアングルポーズもしくは、三角のポーズです。選んでいきましょう。吐く息で胸をマットの方に落として、ブロック使う方ブロックを持って、骨盤を後ろに下げて、頭を落としてピラミッドポーズ。 息を吸って半分起き上がったら、後ろの膝をマットに置いて、準備ができたら腕を上げてローランチ。呼吸をして。次はスカンダーサナです。両方の手を左の足の内側に入れて骨盤上げていきましょう。半分でもいいですし、もし余裕があれば骨盤を落として右のつま先を上げ、手胸の前で合唱します。それではマラーサナースクワット。 中心に戻ったら骨盤を落として呼吸を続けて反対側です左の足を左側に伸ばし半分のスカンダーサナもしくは骨盤を落として合掌をしてフルスカーダーサナ胸を今度は右側に持っていってローランチに移ります腕を上げてローランチ呼吸を続けて 吐く息で胸を落とし、ピラミッドポーズの準備をしましょう。胸を前方向に、お顔をすねの方向に下げます。ここからは、右の手を右側に持ってきて、サイドアングルポーズ、もしくは三角のポーズに入りましょう。胸を開いて、足を使って起き上がって、女神のポーズに戻ってきました。腰を落とします。 吸う息で膝を伸ばし、左側を見て左側にステップ。息を吸って腕を上げて体側を伸ばして、センターに戻り反対側。腕をリリースしてマウンテンポーズもしくは胸の前で合唱します。自分のペース見つかってきましたかそれでは3回目行います。吸う息で腕を空の方向に吐く息で体右側に倒し、 吸って戻って吐く息で左側に。吸ってセンター手は T シェイプで女神のポーズで腰を落として。吸う息で膝を伸ばして三角のポーズもしくはサイドアングルポーズ。吐く息で胸をマットに落としたらピラミッドポーズに移りましょう。頭を落として。吸う息で胸を前方向に膝を落としてアンジャネーアサナローランチ。 吐く息で手を前の足の内側に入れて、スカンダーサナ。自分のバリエーションを選んで、マラーサナークスクワットに入ります。呼吸を続けて、反対側です。右の足を伸ばしたら、スカンダーサナ。胸を左側に移動させて、ローランチアンジャネーアーサナ。腕を上げて、 吐く息で手をマットに落としたらピラミッドポーズの準備をします。胸を前方向に。吐く息でお顔をすねの方向に。ここからサイドアングルポーズもしくは三角のポーズです。胸を開いて。両足をしっかり使ったら体を起こして女神のポーズ。呼吸を続けて。 吸い気で体を伸ばし、右側にステップ。息を吸って腕を上げて、左側に倒れます。センター戻って、右側に倒れて。センターに戻ったら、腕を下ろして、このまま続けていきます。息を吸って腕を上げて、体を左側に倒し、吸って戻って、今度は右側に倒す。 戻ってきたら左の足ステップして、女神のポーズ、膝を伸ばしたら三角のポーズです。右の手を上げて、吐く息で胸を落として、ピラミッドポーズに入りましょう。頭を落として、吸い息で半分起き上がって、後ろの膝をマットに落とし、腕を上げてローランチ。 吐く息でスカンダーサナに入ります。手をマットに置いて骨盤を半分上げるか下まで落とす。真ん中戻ってマラーサナスクワット。左の足を伸ばしてスカンダーサナ。今度は胸を右側に移してローランチ腕を上げましょう。 吐く息で手をマットに落としてピラミッドポーズに入ります。足を使って上半身リラックス。おへそを内側に入れたらサイドアングルポーズもしくは三角のポーズ。足を使って起き上がって女神のポーズです。吸う息で膝を伸ばして左側を見たら左側にステップ。吸う息で腕を上げて 右側に倒れ、真ん中戻って吐く息で左側に倒れ、真ん中戻って手をリリースしていきましょう。最後にもう一度行っていきます。自分のペースで行ってみましょう。体側を伸ばしたら、女神のポーズに入ります。好きなところまで骨盤を下げ、 三角のポーズをして胸を開く。胸を落としてピラミッドポーズで足の後ろを心地よく伸ばし。膝を落としたら腕を上げて胸をお空の方向へローランチ。スカンダーサナーで下半身を鍛え。真ん中戻ってマラーサナースクワット。ここから半分繰り返します。スカンダーサナーに戻り、 胸を左側に持ってきたら、ローランチで腕を上げて、胸をお空の方向に、ここから腕を落として、ピラミッドポーズで頭を下げ、三角のポーズに入っていきましょう。心地よく伸びて、足を使って起き上がり、女神のポーズです。膝を伸ばして、右側にステップ。 吸い域で腕を上げて、最後のサイドストレッチをしていきましょう。センターに戻ったら腕を下ろして。月礼拝いろんなバリエーションがあります。ぜひあなたの月礼拝を練習してみてください。お疲れ様でした。ナマーステ。